着物の着付け教室って、女性だけですか、<っ>参加は。そうです。あ、着付け教室は女性だけですか。そうです。男性が着物を着たい。私とか、着物一度着てみたいと思うんですよ。似合うと思いますよ。そうですか。はい。どうしたらいいでしょう。あの、まあ、男性はですね、あの。ついたけと言って、あの。折ったりしないので、まず、その浴衣のように。自分の丈。自分の丈で。はい。 だからあま難しくないんです。要あの着るのは難しくない。あ、もっと簡単。あ、調整より簡単ですか。あ、もっと簡単です。そうですか。はい。<も>まあもちろん袴をつけたりすると難しいです。こういう状態にするのはちょっとまだハードルが高い。袴だけですね。難しい。そうなんですね。他は簡単です。そうなんですね。でもあのいきなりもうお求めになる方がいいと思います。お、うん、もうお店行っちゃっていいんですか。はい。あの着き方を練習するというよりも、ええ、もうお店で買った方がいいと思います。 男性ものの着物のお店ってどちらにありますか。なる、まあ私もここにパンフレットを持ってきたんですけれども、<え>あの銀座のあの歌舞伎座の真正面、春、はい、ルミドリんで真向か真向かいにあの侍というお店が侍わ、はい、かりやすい名前ですもんね。はい、そうなんです。であのジローラモさんを <laughs> あのイメージキャラクターに起用しまして、であの京都の祇園とあの東京の銀座 <え> 2> 2店舗ありますで銀座が本店なんですけどそうですか、はいでまあ、大体上から下まで揃えていただくと、まあ、14万7,000円っていうシリーズを<え>あの打ち出してますちょっと待ってください本当ですかはい。オールシルクですそれは普通にスーツ揃えたらそれぐらいですよ大体ですねまあブランドのスーツで上下でちょっとリーズナブルなやつで 14 15 1十四5万ですよね。でよねその値段でオールシルクで揃っちゃう。そうです。それもオーダーメイドです。オーダーメイドなんですか。自分の背丈に合わせて。これはね、ちょっとね、驚きの金額だと思います。全くそのイメージないですよ。うん、それともう一つこの侍でこだわってるっていうのは、ええ、まあ、オールシルクっていうのもあるんですけど、ええ、あのここの丈が取れるような長さが取れるようなものしか置いてません。うん ちょっと待ってください。よくわからなかったです。これどういうことですか？うん、<っ>古着屋さん、なんか行くと、はい、昔は日本人も背丈が低かったで、はいで。同時に手の長さも短いですよね。はい、だからこ,こんなになっちゃうんですね。<ー>古着屋さんで買ったりすると。あ<ー>で、まあ我々が使ってるのはこのサイズが、はい、まあ、だいたい。185センチぐらいの方でも取れるようなやつ。 じゃあもう若い方背高い方多いからそれでも全然対応できる、はいそれしか置かないという主義ですその,そのサイズのものしかでも小さいのを作るのは簡単なことなんで切ればいいのでへえそのお店に行ってその金額で自分だけのオーダーメイトの和装を作ってもらえる、うん、ぜひでそれを切ることで何回か切ればもう男の人はすぐはできますので本当ですかああもうすぐです私でもできますかねああすぐできます あそれは全くイメージになかったですよのでまあ,あのうちのお店に行っていただければまあいろいろう,うちの店長がいろいろ説明しますけども、ええ、で着方ももちろんもうその教えしますしその場で買った場で着方も教えてもらえばもうもう出来上がった時にもうそのまま着てお帰りになる方多いですねそれは最高ですね ただ着ただけではなくて何回か取っていただいてまたつけていただいてとていうようなことをもううちの店長たちもやりますのでそこまで教えていただけるんですか、うん、だからもうそのまま自分が着てきたのを箱に入れて送っておいてさっと歌舞伎座に行かれたりとかいきな、ね、あれですよねこれはね知らない方、本当に多いと思うんですけれども、うん、やっぱり和装ないですからねそうですねもう本当にね、まあ、男性ものは本当にこれから来ます、またこれも。 間違いないなです、ねはい、もうお客様の声なんかもずっと聞いてもう1年半ずっとあの報告書を見てますけどご夫婦でご来店の方も多いですし30代の方20代の方がパッと来られてサッとお求めになるこれがきだっていうね、うん、日本人の心ですよねそうですね。